はい、皆さんどうも、こんにちは。ミントセスってことだね。早速モンスターハンターの方ね、やっていこうと思います。ということで、よろしくお願いします。まあ、モンハンをね、やるの2回目なんですけどね、今年ね。2回目なんですけど、まあ、いろいろとね、まあ、パソコン版がね、半年ぐらい先だということなんで、フローズンガントレットだったかなが、をやりたいんで、ちょっとね、頑張っていきましょう。まあ、そうですね。まあ、基本的に今回は、モンスターハンターを、どれくらいやったかあるのかみたいな、こう、話をね、やるんで、ちょっとあれっていう感じあると思うんですけど、まあそんな感じですけど、今回はね、まあ第1回目ということでね、まあモンハンの思い出とかをね、こう語りながらね、やっていくんで、よかったらお願いします。ちなみにモンハンの思い出という話なんですけど、そんなもんはありません。正直話してって。そもそもモンハンシリーズをやるのがですね、まあ1回目です。こんな話してったら。そもそもパソコンでモンハンっていう、そのゲーム自体は当然知ってたんですけど、モンハンを知らないってことはね、そうそうないと思いますよ、今。だって。シリーズ化されて、だってね、言ったらその任天堂からも出たし、プレステでも出たし、出てないね、メジャーなとこないんじゃないかなっていうところに出てるから。なのでね、そう。全部知ってはいるんですけど、まあ、本当それだけなんですよね、知ってるのね。で、それしかしてなくて、で、初めて聞いた時に、そのモンスターハンターは、素材を集めるゲームだよって僕聞いたんですよね、普通に。あ、素材を集めるゲームなんだと思って。で、それを聞いた瞬間に思ったことは、あ、このゲームはやらない方がいいって。まあ、大体ね、私のことを、ね、知ってる方っていうのは、まあ、よほどっていうか、そう、目的がないと、私絶対やらないタイプなんで。いや、そんなのではやらないよって感じあるんで、そう。まあ、ね、素材集めるなんて、言ったら言うとあれですよね。もうとんでもないみたいな感じだったんで、正直言ってね。まさか、だから自分がね、こんな素材集めるゲームするなんて、いまだに信じないですからね、本当に。学者さんの痕跡。そう。変な痕跡がありますよ。なのでね、待ってください。やりなかったんですけど、でモンハンワールドをやったときは、そう、たまたまパソコンでモンハンが来るっていう話を聞いて、で、コントローラーで、モンハンなんて、全くする気なかったんですけど、たまたまね、パソコンでモンハンワールドが来るっていう話があったんで、モンハンワールド来るんだと思って。普段全然やってもいいなと思って。で、始めたのが、きっかけだったんですけど、そうね、まさかね、その、モンハンワールドがね、こんなにもその、パソコン版と、タイムラグがあるっていいんですか？これは。ものすごい差があるんですよ。出るまでに、本当に。なので、この時間をどうやって埋めれないですよね。もう最低でも半年。まあ、まあ、半年言い過ぎたけど、4ヶ月ぐらい。クエストが来るまで。要するにその、モンハンの、プレイステーション4の方で、モンハンワールド出ましたよということで、アップデート入りましたよということで、で今の最強装備とかはこんなのがあるし、なんとモンハンこんなのとコラボしちゃって、こんないいアイテムもらえるんだよっていうとこを書いてあったりとかしてて、いいな、欲しいなと思って、あ、本当だ、これめっちゃ欲しいみたいな。みたいなね。見ても、よーく見ると、カッコ、プレイステーション4版ですって書いてあるんですよ。意味わかんないでしょ？ちょっと知って、え？と思って、プレイステーション4版みたいな。え？アップデートって、同時じゃないの？みたいなね。まあ、同時で全くなかったんですけど、本当に。もうそれがマジで、まあ、その全然知らなかったから、ちょっと遅いぐらいと思ってるから、まあ1ヶ月が遅れてええかなと思ってて、思ってたんですけど、そんなことなくて、軽くね、そこまで遅くなったんで、で、今回しかもね、まあ、アップデートがやったら、まあ、イベントとかやったらね、全然遅くても全然いいなと思ったんですけども、
まあ、アイスボーンガン、え、違うか、待って。はい、というかですね、アイスボーンですね。アイスボーンがね、出るのが、パソコン版がね、確かね、1月とかあったんですよ。ほんまに。で、1月に出るって話を聞いて、え、1月に出るんだみたいな、何みたいな。そう。で、ちょっとね、それはちょっとね、あまりにも遅すぎるだろうと思って。で、それが、ちょっとね、気がかりになって、あ、出た。ドドガマルで、え、じゃ、なんやったかね、こう、トトノがかかっちゃったかな。あ、そんな感じの名前ですね、これね。まあ、そういうね、感じで、今回そのパソコン版っていうかね、パソコン版を、まあ、置いといて、なぜ PS4 版を、やったのかって話なんですけど、まあ、そういう感じですね、今回は。それがね、今回のね、その PS4 版をやるにあたった経緯です。まあでもね、ほんとあ、ジュラトドスか。まさかね、自分がね、コントローラーを使うゲームをやるなんて思ってもなかったから、割と普通にびっくりしますね、今のところね。しかもコントローラーと、マウスと、全然操作が違うから、全然なんかあれなんですね。勝手が違いすぎて、割と訳がわかんないですよ、このゲームね、やっててもね。あれ？みたいな。なので、ちょっとね、大体操作覚えてはいるんですけど、ほんとなんかね、ゲームがもう全然違って、ほんまに。もうやってけんのかなと思って、これね。なんかちょっとね、ほんとなんか今までいた知識はあるけど、もう操作がもう全然違うから、どないしようかなと思ってね。ほんまに。まあそんな感じでね、思いながらもね、まあ頑張っていこうかなってところでね、まあちょっと操作が不慣れな点とか、すごい下手なんで、皆さんにお見苦しい点もね、見せるかもしれないんですけど、とね、とりあえずアイスボーン入るまではね、しっかり配信と動画の方に出していくんで、まあ言ってもまあ結構ざっくりっていうか、全部が全部ね、あ、見されても、今さそんな見されてもっていう、困ると思うんでね。なので、うっとしいな。何これ。いたたたたた、いった！まあ、やっていくんでね。よかったらね。まあ、楽しんでいただければなと思って、やっていく感じです、今のところ。予定では。まあ、基本的にはモンハンのこうね、なんかこう、臨場感というよりは、まあ、ガチでみたいな、そんななんか、ものすごい動きをするっていうわけじゃないんですけど、まあ基本モンスター見て、楽しんでる感じなんで まあそれでね、まあゆっくり楽しんでいければなと思うんで、よかったらね、最後までね、見ていただければなと思ってやっていきます。まあこんな感じで、うえぇちょっと、やば。まあ見ての通りなんですけど、ぶっちゃけモンハンすごい下手なんで、結構あんまりこういうことってあんま自分で言いたくないですけど、まああんまりなんかこう、人に見せれるレベルではないモンハンだと思うんで、ちょっと申し訳ないと思っているんですけど、ただモンスターを狩るっていうのが結構好きで、そのダークソウルとかも好きなんですけど、まあこういうゲームね、割と好きなんで、まあね、ちょっと長々とね、やっていってですね、やらなくはと思ってますね。アイスモンガンといってもね、まあ、この映画終わり次第、やる可能性は高いんですけど、まあ、ちょっとね、時間が空くかもしれないんですけど、まあ、とりあえずはね、この、モンハンの最初の方ですね。こちらの方でね、がっつりクリアしてから、やっていこうかなと思ってます、今のところ。いやでもね、で、なんかね、マジで話すけど、モンハンって結構その武器がいろいろあるじゃないですか。オマハシュってね。で、なんかこう武器をいろいろあるから、それ見るのが楽しいっていうのも結構わかるんですけど、まあ、結構自分は不器用で、オマハシュって。まあ、使える武器が体験しかないっていう。
お前なんでモンハンしてんねんって話あるんですけどね、こうなってくると。楽しいかそれみたいな、思うんですけど。まあ、結構、自分で言うのも、ちょっと嫌なんですけど、まあ、ここだけの話、まあ、結構一つのことをやり続けるって、結構嫌じゃないっていうか、特に自分の好きなことだったら、何も気にならないですよね、こういうゲームやっててもね。だから、そう、武器を使ってて、なんかつまらへんのちゃうの、そんなお前をやってばっかりって思われるかもしれないですけど、まあ、普通に楽しいみたいなね。まあ、そんな感じですよ。まあ、そんな感じなんでね。まあ、これをね、楽しんでいきながらね、まあ、最後まで、やっていこうかなと思ってますね。まあね、逆に言ったらなんかね、もうね、ほんまこれが操作いいのが羨ましいですね、ほんまに。俺もね、多分、なになに、あ、しびれか、やばいやばいやばい。なんでこんなとこでこいつ、あかん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 ってあかんって。あかんすぎてあかんで笑ったもん。ねえ。もうちょっとね、これうまく操作いったらよかったんですけどね。ほんまにこれむずくてね。危ない危ない。OK？ ガードボタンなんて使うともうあれやからね。まあ、これはね、正直言って、あんま言い訳なんですけど、まあ、ガードボタン、パソコンの方の時から、一切使えなかったですね。ガードを押すタイミングが全くわかんなくて、まあ、基本的にガードって何やろみたいな感じで、まあ、だからこそ、こう体験の、この、まあ、クソみたいな一発の、まあ、すげえ重たい火力、一本で遊んでました。いや、これがね、やっぱりね、この、クローとか見るとね、やっぱりちょっとなんかこう、なんでこいつとガードもせえへんやろっていうのが、すごいあったんでしょうね。すごい思い当たることがね、なんかこう、パソコンもやってる時も、ガードなんで使わないんですかってよく言われたんですけど、まあ、ほんま話で言ったら、まあ、ただただガードが使えないだけっていう、ね。なんかね、もうこの殴る工程がすごい楽しくて、もうこれが楽しくて仕方なくて、こればっかりやってましたね。で困ったら、この一発叩いてすぐ逃げるみたいな。もうこれをずっとやってますから、ほんま。これって今あれなのかな？あ、向こう行ってもらった。あ、どこか、ここか。いや、俺ね、あとね、やっぱりこういうゲームやってて言うのすがりなんだけど、もう研ぎ石？もうこれ本当にめんどくさいと思うの、俺。このゲームで。もうずっとだからね、俺、後半ね、研ぎ石がね、あんま研ぎたくなさすぎて、まあ、あんまりなんかこう、かけないような、装備してましたからね。もうとにかく研ぐのがめんどくさいなと思って。まあ、薬はね、言ったらそのヘルスが減ってるから、ああ、薬飲まなきゃ、つって、薬は飲みまくってるんやけども、もうどうもこのね、もう研ぎ石システム、これだけはね、もう最後の方の、何やったかな、歴戦王のテオかな、まあ、テオぐらいまで行って、ようやく、ああ、僕か、ってなってましたね。ほんま話してって。あれ、そんで、どうやったかなこれ。こうやって、あ、ちょっと待って、起こしてもったわ。あ、こんな感じですね。まあ、これくらい、操作下手です。まあ、今のね、この、溜め攻撃をやろうとして、ミスをしてしまうことが、まあ、どれくらい下手かって話なんですけど、もう結構やばいで下手ですね。特にあの、溜め攻撃って、知らない人に言うとですね、ダメージが、すげえたくさん入るんですよね、あの時って。なので、絶対大きい攻撃、こう3段階目の、まあ、真空ぶっぱ切りって言うんですけど、これの、これですね、これを当てないと、正直弱いんですけど、まあ、これを当てるためのやつを、まあ、できたことが全くないっていう。まあそんな感じです。なんかまあ、モハはね、基本ちょっとおしゃべり動画になるかもしれないですけど。まあ余計はね、これからね、見ていってくれたら、まあ、嬉しいかなって。まあ週1ぐらいですかね。そんなポンポンポン出しててもね、多分、またモハかこいつって思われるかもしれないんで
てか、俺自身がちょっとね、そんなモンハンで喋ること全然ないから、ほんま話してて。モンハンって何喋るんやろって感じやから。モンハンはね、だからほんま、こんな感じで、まあ、まったりまったりとね、まあ、とりあえずメインクエスト終わる、だゼノシーバかな。まあ、ゼノシーバ終わるくらいまでよね。まあ、とりあえず、動画とかの真配信の方で、まあ、ちょろちょろやっていって、終わった後はね、アイスボーンカントリーと、アイスボーンか。アイスボーンをね、まあ、そのうち出るなぐらいに思っといてください。まあ、そんな感じです。ということで、第1回。なぜ、俺は、アイスボーン、じゃねえわ、モンハンを、今更 PS4 で始めたのか、という、お話でした。ということで、皆さん聞いていただきありがとうございました。またね、よかったら、聞いてください。ということで、お疲れ様でした。またね、バイバイ。